映画の水戸黄門といえば、戦前戦後の大奥の人々は、口々を揃えて、月形龍之介の黄門様と声を大にして言うのではないだろうか。戦後の当たり役である月形の黄門役が水戸黄門漫遊記に始まり、長きにわたって人気シリーズとなり、痛快で完全懲悪な娯楽時代劇作品となった。今回は戦前に活躍された黄門役の俳優陣を踏まえ、戦後、数々の俳優がそれぞれの持ち味で黄門役を演じた各社変遷の流れについて語ってみたい。まずは歴代黄門役の系譜をたどると、目玉のまっちゃんの愛称で親しまれた、尾上松之助が最初に登場した元祖活動写真の俳優第一号であり、その出演本数は優に1000本を超えるという。その中には大正中期に撮られた、水戸黄門の主演作も10本前後あった。しかし、松之助が1926年に亡くなり、彼の主演予定であった、水戸黄門展、地、陣の巻の撮影が大幅に遅れ、急遽、松之助に代わる代役に大河内伝次郎が大抜擢された。日活大将軍撮影所で入社間もない新人の彼が、府家役の黄門様を演じ、映画の評判もよく大ヒットした。また、松之助の死により、これまでもっぱら仇役が多かった、山本海地に、松之助が本来演じるはずだった主演作が巡り、水戸黄門、で主役の黄門を演じ、善悪分け隔てなく、絶妙な演技を見せた。月形龍之介よりも二回り年長の山本の黄門役が、後に黄門役を演じる月形に何かしらの影響を与えたことは想像がつく。山本は黄門役の実績が買われ、晩年、水戸黄門開国記、で再び黄門様を演じ、同行を共にする助さんに番妻が扮し、賀来さんに知恵蔵といった人気スター勢揃いの映画であった。この当時、山本は弱い60にして高齢で、これぞいぶし銀の黄門役であった。戦前の黄門役の代表格が上記の俳優陣なら、戦後は月形龍之介を筆頭に各社総出の黄門様のご登場となった。